第一段階の終わった上の顔に16発当てると8万点ボーナスだ。だからね、5方向の時は難しいけれども頑張って打てよ。これが5方向でやっつけられないと後のデライラは難しいからね。じゃあラザロをもう一回見てみようか。さあラザロ出現。それから第一段階の合体、それで16発、見事だね。僕がやってて自分で褒めることもないんだけどもね、まあ、君たちも頑張って16発撃ってくれ。次のソレル、これはね、敵に弾を1発当てると上に行くんだ。だからそれを追うように撃とうぜ。それから6個目のゼグ、これで8万点だ。ゼグはここまでで合計135,500点、いい点数だろ、見逃すなよ。さ、そろそろデライラの登場だ。敵の弾に当たらないように気をつけながら両方の目を同時に破壊しようぜ。はい、8万点ボーナス、デライラだ。これはね、両方の目をいっぺんにやっつけると8万点ボーナスだね。だからシーザーが5方向打てるようになってなきゃ絶対取れないボーナスだぞ。じゃあ大事な場面だからね、もう一回見てみようか。いいかい、このソレルの打った球なんかに当たっちゃいけないぞ。当たっちゃったら3方向になっちゃうからね、絶対同時爆破はできない、気をつけろよ。さあ一面の終了、スターブレインの登場だ。敵の弾、それからシャボン玉、これに当たらないように32発打ち込め。スターブレインはビッグスターブレインと違って真ん中だけに当てればいいよね。32発、君は早くやっつけることができるかな。このスターソルジャーはね、今のスターブレーンをやっつけた瞬間でだいたい1分40秒なんだ。それがこのワープの時間、これがだいたい10秒だね。だから残り10秒しかないわけ、2分間の予選は。だから一面終了の点数が基本的には予選通過の点数になる。だ今の一面で何点取るか、これが予選を通過できるかできないかのポイントになっちゃうんだ。頑張れよ。ここまでが2分間の予選だ。点数にして大体33万点ちょっと。まあそうだな、予選の時3つともボーナス取れるっていうのは難しいから、君たちは2つボーナス取るように頑張ってくれ。目標点数は25万点、いいね。今までのが2分間の予選だ。当然5分間の決勝っていうのは今までの2分プラス3分あるわけだ。2面のゼグ、3面のゼグ全部覚えろよ。これが2面の最初のゼグだ、覚えたか。この次に出てくるグハ、これは気をつけろ。僕たちは往復ビンタって呼んでんだけどもね、このグハは敵のキャラクターの中で特に気をつけなきゃいけないやつだね。急に横から飛び出してくるなんてちょっと卑怯なやつだけれども、これを避けるから点数が上がるんだ。だから敵の出てくる順番、これをしっかり覚えること。グハをもう一回見てみようか。だいたいグハっていうのはね、今の高さのところに出てくる。だからそうね、あの高さにいなければ大丈夫かな。それからね、今のパワーカプセルみたいにバリア付きの時に取ると画面中の敵より全部やっつけてしまうことになる。もちろんゲーム大会の時には点数にならないんだ。このルイドは出てきたらすぐ弾を撃つこと。
そしてね、速やかにシャボン玉に変えちゃうんだ。じゃないとずっと追われちゃうことになるからね。逃げ場がなくなるぞ。さあ、2個目のゼグ、場所は覚えたかな。点数はやっと1000点だね。これさっきのと足して1500点。さあ、それがこのリアード。これはね、下に回り込まれた時に打つのが一番いいんだよね。例えばあれがぐるっと回れて上でやっつけたら